はい、皆さんこんにちは、リクトです。今回ですね、今期2024年夏アニメ最終回ラッシュ迎えております。いよいよ終わり間近という今期の中でも超人気タイトル、配信や海外の人気もとんでもなかったですし、まあ、ただ評価面っていうところで言うとね、まあ、かなり厳しいことになってたわけなんですけれども、ラノベの王と、ラノベ原作なんですけどね、ナローの王というところ、ラノベのライトノベルの累計発行部数歴代ランキングなんと1位です。4500万、ほんともう意味のわからない漫画原作なのかっていうぐらいです。で、まあ、コミカライズが売れてるのもね、やっぱ大きいわけなんですけれども、そんなね超人気タイトルついに最終回ね迎えまして、早くも続編ね、アニメ4期ですよ、4期決定してますし、劇場も第2弾決まっていると。その先に僕は実はキリマつかも死ぬほどね、もうめちゃくちゃ迷ってるということで、今回はここまで振り返ってですね、いろいろと感想、また今後どうするのかっていうのを話していきたいと思います。今回話していく先に、それがこちらでございます。転生したらスライムだったけん、転生したらでございます。3期ですね、昨日最終回、フラーニということでですね、フリーに次ぐ、フラーニ枠で連続2クールでですね、放送されてました。で、僕に関してはデンスラはアニメ勢ということで、アニメ1期から3期まで、まあ、全部見てますし、まあ、コリウスの夢とかね、劇場版の第1弾も、見させていただいております。スピンオフぐらいかな、アニメで見てないのは、うん、ということで、まあ、コミカライズがね本当に人気で、まあ、シリウスでね連載されてる作品なんですけれども、まあ、その跳ねたのはあって、もちろん原作もねめちゃくちゃ売れてまして、歴代ねラノベ累計発行数ランキング1位、今期の D アニメとかもね、ウィークリーランキングも前期からずっと1位だったりとかねまあしまして、まあその配信の一番人気っていうところだとね、前期は鬼滅の刃ありましたし、今期だと推しの子だってね、なかなか1位では取れなかったかなって感じではありましただけどもね、はい、フラーニ枠っていうのもあってか、まあ、余計人気が高かったなというところで、ただですね、評価面っていうところは、まあ、ぶっちゃけ批判もね、まあ続出というか、まあ、かなり多かったのかなと。で、まあ通常ですね、アニメって続編続いていけば続いていく頃、評価高まっていくんですよ。で、なんでかって言ったら、もうファンしか残んないですよね。うん、まあそれ考えてみたらわかると思うんですけど、1期の1話が一番見る人多いじゃないですか。それ2期の1話より1期の1話の見る人多いのは多分容易に想像つくと思うんですけれども、どんどんやっぱ面白くないとか、つまんないと思った人とか、時間がもう足りないとかね、違うことに夢中になってるとか、で、見なくなった人はどんどん脱落していくわけですよ。だから、どんどんもう面白い、楽しい、意味だって人しか見なくなってくるわけですね。だから必然的に、まあ、よくね伝電現象と言っても、まあ、ちょっとこの場合続編では伝電現象というのがあれですけれども、だんだん評価高まってくんですよ。だから、まあ、アニメだって、ね、最終回に向けてどんどん評価高まってくのが、まあ、これ普通なんですよ。もう当たり前なんですよ、うん、当たり前のその構造的な話の中で、本編すらですね、 Amazon プライムの評価実は 2.7 までね、3期、うん、下がっております。もうとんでもないことになってます。5分の 2.7 です。うん、まあ、レビュー数とかもね、やっぱ減ってるんですけど、じゃあ1期とかね、2期もね、まあ、見てる人が多いですから、見てる人が多いってことは、もちろんつまらないって人もね、例えば同じ1割だったとしても、まあもちろんその母数がでかければね、多いわけですよ。で、見て、じゃあシーズン1どうだったのって、評価見てみると、Amazon プライム、5分の 4.2、1360件のレビュー、そして、シーズン2、第2期ですね、どうだったのって見てみると、こちらですね、4.5、5分の 4.5、2055件。まあ、2期の方がね、このグローバルレーティング数も増えていた上で、評価も上がっていると。まあ、素晴らしい結果ですよね、これに関しては。っていう中で、3期ね、2.7 っていうところで、まあ、かなりやっぱ Amazon プライムの、まあ、視聴者さんね、まあ、このまあ、そこの限られた部分で言っても、まあ、かなり、まあ、厳しい評価だなっていうのは、思って、いますし、うん、で、まあ、僕もやっぱこう、まあ、切りますという切るかもということになってるわけで、まあ感想動画とかもね、ご覧になった方は分かると思うんですけど、まあ、なんだかんだ言いながらね見てきたんですよ、ここまで。なんだかんだ言いながらね、いろいろと言いながらね、2期の時点からね、会議いつまで会議やんねんとかいう動画も出しましたし、うん、で、一期ね振り返ってみるとね、2018になったんですよ。僕ね、アニメ YouTuber やったのが2020年、うん、の夏アニメの時、8月27日、これもすごい覚えてるんですけど、この前4周年ね迎えさせていただいたんですが、まあ一期はだからやってない時だったんですけど、まあ、やっぱ当時からものすごい注目作でですね、もちろんチェックしてまして、連続に来るやつだから非常に面白かったんですよね。もう転生やっぱおもれーと思って、ちょっと後半がねなんかだれたイメージがあったんですけれども、まあ2期の時はねもう思いっきりアニメ YouTuber ってやらせていただいてますから、動画等もネイル出させていただいたんですけれども、やっぱ2期で結構その会議シーンが増えてきたんですけど、面白い時の爆発力がね半端ねえなというところで、見させていただいてた、うん、わけなんで
ですよね。で、まあ3期ですよね。まあ入って、やっぱ会議なんですよ。でも、結構なんか会議アレルギーというか、もうテンスラが会議来たらもう、もちろんこれ原作だってやっぱ面白いところだと思うんですよ。私文章で読むのとアニメで読むの全然、アニメで見ると全然違ってて、で、アニメの強みが全然来てないなっていうのはすごい当時言ってたんですよね。やっぱ場面が全然切り替わらない。やっぱ動きがないもんだから、せっかくアニメ化してんのに、なんかその小説の朗読っていうかさ、朗読っていうかその声優さんが声つけてやってくれてるみたいな感じになっちゃってさ、のはあって、もうちょいなんかできんじゃないのとか、まあもちろんその、しかも原作の分量そのままアニメができるわけもないんで、カットも多いんですよね。っていうところで、いやー、会議ダメだなと。いつまで会議やってるの、テンポ感もやっぱ悪くなりましたね。っていう中で、2期もね、2期ね、3期もね、こう序盤、やっぱ盛り上がるシーンとか、ひなたとね、まあ、リムルのシーンとか、まあ、盛り上がって、思ったよりあっさり終わったなって印象だったんですけど、やっぱ、ワンクール目はね、なんだかんだこう、最終的にやっぱ楽しかったし、まあ、会議をね、見続けてきた回もあったなというふうに思って見てたんですけれども、で、まあ、2クール目にね、差し掛かった時に、もう緩かったんですね、展開がね。やっぱこう、まあかなり2期とかはね、刺激の強いシーンも多かったですし、見ててやっぱワクワク感。まあ、やっぱテンスラってね、結構1期からハードな作品だと思うんですよ。なかなかハードですよね。で、なんかね、結構やっぱ緩めの描写が増えてきて、まあどんどんやっぱね、僕は見ててやっぱファン向けだなというか、まあ、もうテンスラファンですよ。ここまで見ててファンじゃないって逆におかしいですから。ずっとね、文句ばっかり言ってたらアンチかもしれないですけど、まあ、全部見てってね。で、やっぱこう、どんどんやっぱなんか平和感が増してきた。まあ、それはやっぱこの、まあ、当たり前ですけど、もとも主人公ね、まあ、最強系みたいな感じなんですけど、ね、スライムになったら全然スライムじゃねえや、みたいな感じなんですけれども、やっぱどんどん周りのメンバーも強化されてくるんですよね。でも、もともとなかなかうまくいくみたいなのもあってですね。はい。まあ、本当、まあ、まあ、それカットしちゃうみたいな感じもありながら、まあ、今回、開国祭編っていうのね、まあ、この2クール目はやって、出てですね、でももちろんやっぱキャラ魅力も高いですよね。キャラめちゃくちゃ多いんですけど、キャラ魅力高いからその人気ももちろんあるわけで、僕もね、いろんなキナとかもすごい今回ね、好きになりましたし、もちろんシオンとかシナとか、まあ、リムルももちろんそうですね、今回モミーちゃんの話がいろいろ面白かったんですけれども、まあ、最後ね、見た時にやっぱもう会話なんですよね。もうね、なんか噂によると4期やな、もっと会議があるとか、もっとなんか本当はもっと会議作品なんだみたいな、もうこれが真骨頂だみたいな話も聞いてまして、でもめちゃくちゃ迷ってます。はい。なんだかんだ見てきたから、この後もなんだかんだ見ていくのか、それともね、まあこんな文句垂れながら見んだったらもうやめてしまうのか。で、じゃあ文句垂れながら見てたっていう、じゃあなんで見てたのって言ったら、やっぱ面白いことがあったわけなんですよ。いいと思う部分があったからこそね、見てきたんですけど、なんか最終回見た時にもうええかなって結構思っちゃったんですよね。まあ、このとこ僕、週刊アニメランキングって毎週アニメランキング付けしててですね、まあ結構そんな、じゃあ最下位とかだったかって言われたら別に、まあ20位ギリ入るか入んないぐらいのね、点すらずっと10位に置いてて、切るとかいうラインじゃなかったんですけれども、まあもともとね、3期の結構中盤ぐらいでもう切ろうかなみたいなことずっと言ってたんですけれども、まあ正直やっぱ惰性で見てる感がね、ものすごく強いです。やっぱ人気タイトルでもありますし、ね、まあキャラ魅力やっぱあるんでね、もちろんね。やっぱなんかその会議とかはやっぱ2期から、まあちょっとね、なんかもうちょっとアレルギーになってるというか、会議アレルギーになってるなっていうのは思ってて、今回も会話、別にいいんですよ。会話だけのアニメなんて別にいくらでもあるんですけど、まあ見せ方っていうのはありますよね。正直見せ方っていうのもあるし、展開の面白み、まあ今回はもちろん最終回ですからまとめに入ってるので、まあなかなかね、面白みのある展開って出しづらかったなっていうのは思うんですけれども、やっぱちょっともう会話ってだけでちょっと自動的にね、あ、これまた会話来ちゃう、会議来た、みたいになっちゃってるのはもう相当あってですね。はい。でも、まあ、ぶっちゃけ地味なシーンがね、多い。で、まあ、4期以降ね、僕もやっぱアニメ勢なので、あくまでその原作勢の方からこういうのだ4期はっていう、なんかその、ちょっとそのめちゃくちゃ概要ベースでしか聞いてないので、だからちょっとね、これで切るって決めるのは、まあ、切りますって最初動画出そうと思ったんですよ。やっぱ最終回見てやっぱぶっちゃけつまんなかったです。もうなんか、惰性見てる感極まってきて、もう4期はええかなって、もう花からみんな見なくてええかなって、まあ、映画もね、映画もめちゃ酷評しました。第1弾もめちゃ酷評して、もうちょっとストーリーがね、あまりに荒かったので、ね、まあ、それも感想は上げてますけど、見てない人はね、また気になった人はご覧いただけたらと思うんですが、なんで、ま、映画もぶっちゃけ見る気ないんですけれども、まあ、映画、そういうの見る気ないです。今んとこね。ただ、やっぱちょっと、わかんないですよね、これに関しては。PV 見たいなっていうのは思っ
ってて、まあ、ぜひね、その原作での方とかのご意見も頂戴したいんですけど、切った方がいいっていう人は大変だと思います。まあ、ぶっちゃけ会議シーンが楽しめないと、転生の思んないと思うんですよね、今後もね。で、思ん、その、何、全部は思んないはないんだよ、やっぱり。なんか、これが難しいところです。もう、この先何やっても思んないんだって、その容赦なくもう切ってます、特に30年。そんなことないから見てるんですけど、はい、ということで、切りますってね、その PV とか何も、どんな話かもわかんない、映画の2なんで余計に何もわかんないよね。何もわかんない前に、ちょっと切りますっていうのはさすがに早いなと思ったんですが、ちょっとね、今この、まあ、心情を吐露したいというか、まあ感想をね、まあ、ちょっと皆さん共有して皆さんの感想をまた聞きたいなっていうところで、今回動画ね、出せていただいて、おります。はい。僕は現状、まあ、多分コメントというかさ、この動画見てる人も、まあ、ええやん、力士さんも、天才もやめちゃうよっていう人が多いと思う。多分見てくれってなかなかいないと思いますよね。多分、今後会議とか多くてさ、多分僕は全部は褒めるのは絶対ないんですよ。でも、天才の評価、僕からめちゃくちゃ上がって、めちゃくちゃ終われ、なんてアウト切んなくてよかったとなんないと思うんですよね。これに関しては。これに関してはもうなんないと思う。なんない。まあ、もちろんそうなるタイプもありますけども、天才を見ててはなんないなって。なりますし、まあ、なんでこんな人気なのか、まあ、ぶっちゃけよくわからないです、僕が、僕はね。で、やっぱ、人気、まあ、こんだけ人気なので、やっぱその、もちろん面白いって人もたくさんいるわけですよ。別に、半分つまんないって言ったってさ、その見てる数がもう半、とんでもない人多いわけですから、もうその半分おもろいっていうのが、その、なんかの作品のおもろいのはるかに多いわけですよね。まあ、本当に大変な作品の多いと思うんですよ。はい。だからですね、そのコンテンツとしてもコミカルでもちろん人気ですし、まあ、その、まあいろいろね、そのアニメ化にあたっては、まあ原作化とか、まあ原作勢からも不満がやっぱ出たりもしてますけど、まあそれらあの原作のね、常でもありますし、まあもちろん続編っていう意味ではね、4期、5期、まだまだできるなっていう感じがしてますし、フラー2枠でまたやるのかなっていう感じもね、してます。なんで僕はちょっとひとまずその PV とかその作品の概要をね、まあその4期とかね、劇場版第2話の概要を知った上で見たいなというふうに、まあ一応思ってます。はい。まあただもうほぼほぼリタイアかなっていうのはまあ僕の、まあ、感想だし、まあこうやって話してても多分聞いてる方も、まあもういいんじゃないのっていう。そんなね、出せで見たってね、その出せで見てる方のレビューなんて来たくないと思うんですよね。まあ僕もなんかもうそうなの、もう出せで見てる感がね、ほんとすごくてですね。まあ人気作が結構なりがちなんです。どうしてもなりがちこれ多分結構、まあいろんな方はそうだと思うんですよね。まあ人気作だし見とこうかなとか、抑えとこうかなとかさ、面白くなるかもしんないしなとか思うと思うんだけど、まあ3期まで見たからね、ようやったんじゃないかって思いもあります。はい。で、やっぱその初期からどんどんやっぱその、まあ、作風というかね、雰囲気がやっぱ変わってきちゃったのはやっぱ大きいなっていうのもすごいね、思ってまして、大体もうやりきったやんっていう感じが僕はしてます。はい。っていうところでね。まあほんとね、まあこう動画でこう話してても、まあまだまだ迷ってる。ほぼキリなんだな、キリだなって思ったんですけど、キリますとやっぱ言えないなっていうのはまあ正直なところですね。ひとまずね、ちょっと、まあ、2期、4期とか、まあ劇場版第2弾のね、情報を待ちながらね、ちょっと見た上で、まあ、悩みたいなと、まあ、改めてちょっと決めたいなと思いますが、まあ、まあ、ほぼですね、まあ、ここで、まあ、一旦区切りというところで、させていただきたいなというふうに思ってます。まあ、作画に関してはね、作画者8ビットさんですよね。まあ、なんか、点数は作画も良くないとか言われる時もあるんですけど、まあ、僕は全然悪いと思わなかったし、まあ、やっぱその、何、高いとこ見たらね、上を見たらもちろん上がいるんですけれども、非常に目は別にクオリティも安定して僕がやってくれてたなっていうのは思いますし、やっぱキャラ魅力っていう面でもちろん強かった。もうキャラがもう増えすぎちゃったのありますけどね、もうちょっとよくわからないなっていうのもあります。まあ、結構、内容的にはね、なんかその、政治、もちろん会議やってるわけですから、まあ、小難しい話でもちろんあるわけで、で原作カットもね、あるわけなんで、で、やっぱりその緩いシーンとかもね、まあその面白い、なんかそのたまにやったらもちろん面白いんですけれども、まあそればっかやったらまた結局もうスピンオフみたいな感じだなって僕は思ってる。とこですかね。はい。ということで、まあ最終回まで見たね、まあこの感想というと、まあ振り返りですよね、ここまで見たね。ということで、まあ印象を語らせていただきました。はい。まあ、2期の時点でもね、結構言ってたんでね、テンスラに関しては。まあ、ただ面白い時めちゃくちゃ面白いから、爆発力ある作品だからって見続けてきたんですけど、やっぱ3期はやっぱそれなかったです。やっぱこの、一番面白い回はね、やっぱ順位高かったんですよ。すごい高くつけさせていただいて、56話ですね。8話の時が第8位、トップ10。この時だけトップ10入れてるという感じで、あと12位した時もあったかな。まあ、これあれかな？作品数が少なかったかな。あ、そんなことないか。はい。っていうことでね。もちろんその面白いと感じた時もあったんですが、まあ、ここら辺で潮時かなっていうのが、まあ僕のね、思ってるところですね。まあ皆さんの、まあ、感想とか、皆さんはどうですかとかね。まあ多分この動画見られてる方はね、どうですかね。タイトル的にね、もちろん、テンスラーも特訓来ちゃった人もね、まあいらっしゃる方は思うんですが、はい。
まあ、皆さんね、また感想等も、コメントお待ちしてまして、原作でも方は、ね、4期どうとか、リクスさんは4期はこうだからこうなんじゃないのとか、ね、もしなんか助言等あったら、コメントいただけたらと思います。まあ、2期の、2期じゃない、劇場版第2弾の情報はね、これから、出ると思いますので、まあちょっとそこ次第も正直あるかなと思うんですけど、まあ、映画はぶちゃけも期待しないですね、僕はね。っていうところございました。はい。ということで。まあ、今期もいろいろね、まあ、今期続編少なかったですからね、まあ、新作がやっぱ多かった中でね、やっぱそうですね、まあ結構面白かったんでね、やっぱ推しの方ももちろん面白かったし、女神の壁テラスも良かったし、まあ、ヒロアカももちろん面白いしって、はい、っていう意味ではひときわね、まあ、惰性で見てる感も強かったのかなっていうのが、まあ正直なとこで、もう、まあ、怪奇アニメになっちゃったなっていうのが、まあ正直なとこでございました。ということでですね、今回の、まあ、テンスラ第3期最終回の見た、72話ですね、通算24話まで見た正直すぎる感想、もうこの振り返り以上となる最終回、ありがとうございました。あ、そうだね、あと主題歌とかはもちろん良かったですよね、っていうところでね、まあで人気的にはね、別に落ちるとかないと思います。ここに来て別に落ちたとしてもね、まあ、母数が多いですし、もちろんこんだけ人気作って言って新しく入ってくる方もいらっしゃると思うんで、ね、はい、っていうところでございました。はい、またね、まあ、テンスラー、まあもう切るったらもう動画出さないです。別にこのまま切るんだったら動画出さないですけど、はい、まあもしね、まあ、また見て面白いとかなったりとかね、まあそれ以外もね、また、動画、いろいろと、まあ、今期ラストの動画、また来期の動画出していきますんでね、まあ、チャンネル登録とか、高評価もしてみましたら、嬉しいです。ご視聴最後までいただきありがとうございました。